テレトビズ。自衛隊制服組トップの山崎統合幕僚長は7日、防衛省内で NATO 北大西洋条約機構のバウアー軍事委員長と会談し、ロシアによるウクライナ侵攻がヨーロッパや日本の安全保障に与える影響について意見交換しました。会談の冒頭、山崎統幕長がロシアや中国を念頭に力による現状変更を断じて許さないのは国際社会の共通課題だ、今回を機に一層の連携強化を期待していると呼びかけました。これに対しバウアー委員長は、 NATO にとって日本は極めて重要なパートナーだ、どのような形で協力していくことが現実的か議論したいと応じました。その後、バウアー委員長は岸防衛大臣とも会談し、今月末にスペインで開かれる NATO 首脳会議に岸田総理大臣を招待しているとした上で、連携強化について議論できることを楽しみにしていると岸田総理の出席に期待感を示しました。岸田総理は NATO 首脳会議に出席する方向で調整していて、実現すれば日本の総理大臣として初めての出席となります。